ちょっと指怪我しておりますが、これ最後プランクしようと思って、これ公園の外のベンチで、そのプランクやってるんですが、まあ、この前横に警察官がいまして、それに全く気づかずに、ね、目と鼻の先でまあ普通にこんな風にやってしまって、帰り際にものすごい怪しい目でちょっと見られてしまいましたね。はい、まあ、なんとか、はい、プランクもやり終えて、車通りの通りが多かったんで、まあ、気にせずやったんですが、はい、普通に警官に見られたという感じですね。というわけで、ちょっと秋が来ないように、野外でもやっていけたらなという感じで、これが暑い季節なんで、熱中症には気をつける感じでやっていきたいと思います。ありがとうございました。